ってバイト今年最後のクエストになるかな、これ。予定ではね、縛りプレイっていうか、ストーリーに沿ったフレンズで戦おうと思ったんですけど、ちょっと時間かかりそうだったのでやめました。はい、じゃあ行きます。うん、ではね、ガチパで挑みます。でも黒時はね、この章のキーになってるのかわからないんですけど、マジ適正だと思います。最近ね、マジ黒時の評価爆上がりなんですよ、私の中では。すごい頑張ってる。ただここでは、荒井先輩ってここで活躍してもらうのがまず鉄則かな。うん、ここはフレンドリーなのでね、特定が。よしよし。待って、荒井先輩いや、てか、今年ももうこれで終わりか。最後のクエスト動画が8章のハードって。まあ、イベントのエクストラデイジーやら、まあ出そうかなって思ったんですけど、あ、いや、おぉ。まあまあまあ。エクストラデイリーやろうと思ったんですけどね、そんな難しくなかったんですよね。だから見栄えも微妙だったので、多分ね、出さないかな。これ次第ですかね。てか、イベントのキキちゃん、ミミちゃんのぬいぐるみ、2体さ、えげつない値段で売ってるな、15万2つ。あれがきついな、マジで。間に合うからよ。よっけっす。まあ、正月ちょっとプライベートも忙しい時期ですからね、なんとか時間作りたいところですけどね。まあ、うん。大丈夫だと思うけどね、イベント。頑張ってみますか。あとね、そう、この動画ね、まあ、撮ろうと思った理由なんですけど、まあ、純粋に間に合ったからもそうなんですけど、その、キティちゃん、ミニーちゃんが欲しくて、ガチャ回すために、まあ、キラキラ回収しに来て、まあ、ちょうどここまで来たっていうことなんですが、それとね、いっちゃお前、その蹴りマジ悪意あるんだ。あー、先輩やめて悪意あるんだよな、蹴り方マジで。こいつ、そうだった。こういう技あったら、あと状態異常もあるんだよな。そこ気をつけないといけないな。それは後半か。基本的に。とりあえず、まあ、まず、ここ、結構簡単ですね。なんか、見た感じだと。そんなダメージ食らってないからね。ハードの割に。結構、ノーマルで結構、苦戦した覚えあるんですけどね。これは、うん。あー、キンキンか。そうか、そうか。それ持ってたんだ。で、まあ、ちょっと、言いそびれたんですけど、8章のね、これ使うか。8章のボスね、実は過去に、まあ、動画でね、ノーマルのね、やつ出したんですけどね、結構私のチャンネルの中ではね、好評な方だったんですよね。再生回数多い方だったんで。なので、まあ、今年最後はこれでっていうか、まあ、まあ、たまたまですけどね、本当に。うん、さっきも言ったんですけど、キーサーバル招待でたくさん引くためにメインストーリーでキラキラ回数でここまで来たから、まあ、クエスト動画はまあ、実はほぼ、ネタ切れなんですよね、実は言うと。やめなさーい絶対これがね、もう、クラクラ鬱陶しい、本当に。まあ、これ、どうでもいい話だと思うんですけど、この、今年のこのチャンネルで最もね、再生回数多かった、まあ、ケモプレ3動画はですね、ま、その、8章のノーマルなんですけどね。これどうしようかな。どうしようかな。これでいいか。まあ、総合だとね、総合で、3位だったんですね。ちなみにね、2位はね、アリノスコロニーで、1位はですね、静香ちゃんのパッチラケースになるっていう。ケモプレ3の動画ちゃうんかいっていうね、話なんですけどね。まあ男性なら誰しも検索しそうな内容かなっていう、まあちょっと真理をついたタイトルとサムネイルをね、作ったから、まあ案の定だったかな。でも安心してください。ですね、来年はね、ケモフレ3で、まあ埋め尽くすっていう試みです。はい。まあテスト動画もちょっと結構ね、まあ大変なところあるんですよね、いろいろ想像するところ。もうこの警告いやらしいな。結構ね、まあ、想像する、企画とかね、結構考えてるんですよね。BGM の差し替えとかも特にそうなんですけど、あれ、どうすかね？私、大体、撮影後に BGM 選んでるんですけど、結構まあ、その時選ぶ、基本としては、カプコンさんとか、まあ、お気に入りなんですけどね。まあ、今ここで堂々とセガのゲームをやっていて、そういう発言して申し訳ないんですけど、まあ、いいか。あと、どうしよう。なんかね、ちょっと最近ね、YouTube の規制がまあ、一層厳しくなりがちでね、まあ、もしかしたら、将来的にこの遊び、BGM 差し替えっていう遊びもね、まあ普通に公開できない形になるかもしれないっていうね、まあそういう恐れがあるんですけどね。まあでも、運営さん、YouTube の運営さんじゃなくて、その周りがね、なんか色々とね、うるさく言うところがありましてね、まあそういう規制をしろっていう、そういう指示をしているっていう噂なんですね。だからさ、あんまり著作権とかで規制とか抹茶してなんか、制限しろって言われるとさ、ほんと、動画も楽しめるもんも楽しめなくなるからね。そういうところはね、30か、それ使うか。そういうところは YouTube 基本的に面白い動画を作ればいいっていうまあ方針なのね。まあすごく居心地がいいんですけどね。で、しかも、それでいて YouTube のアルゴリズム的に、まあいろんな点でね、なんていうかな、相互にメリットがあるような、そのウィンウィンを考えるような仕組みをね、どんどん組み立ててくれるからね。なんかほんと YouTube ってほんと素晴らしい世界なんだなっていうのはそういうふうに思ってるんですよ。だから本来 YouTube は、それが、まあ、これ、昨日もちょっと触れた話なんですけど、健全にね、利用できないユーザーも中にはいるからね、YouTube に限らずですけど、運営さんはやっぱり常にそういう人っていうかそういうやつに対策することをね、まあ、常に考えてくれてるんですよね。それは分かってるんですよ。だから、まあ、昨日のコメントも、だから、まあ、YouTube の運営さんの方針が、これ、好きなので、まあ、協力したいっていうニュアンスでもね、あるんですよ。まあ、俺が偉そうに言う資格さらさらないんですけどね。
むしろこっちも自分のチャンネルが本当に健全な動画なのかっていうのもね、まあ日々ね、見直すようにはしています。なんだな、発狂っていうジャンルだからね、まあどうなんだろうね。許容範囲内なのかな、まあ仕方ないけど、ちょっと、まあどうでもいい話ばっかりすいませんね。ちょっと、さすがに時間かかりすぎかな、これ難易度の割に。すいませんね、なんかちょっと自分、10分以内には倒したいなっていうところなんですけど、ちょっと舐めすぎかな。まああとこれ半分なので、多分いける、半分はいけましたね。ただ、うん。で、半分からはね、かなりやばくなるので、こいつ。それは前回のノーマルでもそう、実感してるので、こっからちょっと本気でいきます。よし。よし。で、ここでまあとりあえず攻撃して、なんだっけ俺忘れちまったんだけど、結構ね、状態異常持ってんだよね、こいつ。なんか食らったけど、今、結構食らったな。6点くらい食らったな。やべえ、あの鉄壁の荒井先輩が、こんなダメージ食らうとは思わなかった。めちゃくちゃ強い荒井先輩だけどな、これ。やばいかもしれない。まあ、これで、とりあえず、あ、いいね、B とか。これはまあ、とりあえず、肩掛けちゃんをもう、使うしかないっしょ。まあ、フルルで、まあ、確率、肩掛けちゃんも確率で、クラクラになれば、ありがたいが、まあ、きついか。ちょっとここは本当に、あ、まあ、やっぽいな、意外にやっぽいな。そうかそうか、じゃあ、はっ、やっぱりやっぱ俺さ、これ、7章のやつも見ている人にとってちょっとすごいことかもしれないけど、お、クラクラだ、ナイス。やっぱ、メインストーリーってやっぱ6章が一番難しいっすよね。そうこれ、しつこく言ってるんですけど、ちょっと待って、これオーダーフラップ使うか。ね、ほんとしつこく言ってるんですけど、マジでね、やっぱ難しいです、6章。で、もし大丈夫か。あ、これ5個か。じゃあこれ、お金使っちゃうかな、もうせっかくだから。で、ここで、全員総攻撃だ！うぅー！6 章だけさ、ほんと、唯一、オートで行ったらマジでみんなやられちゃうんですよね。あー、ほんと、おかしいって。難易度の設定が。で、ここ、あ、やべ！あー、まあ、片手にさせて、やべやべやべ、これ睡眠持ってたんだ。いやー、調整乗りすぎた、やっぱり。うわ、ちょっと待って、しかも、荒井先輩。うわー、これどうしよう、強技作るじゃん。荒井先輩待機スキル、発動できるかな？お願いします、荒井先輩。あ、今発動できたか？やべ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 。さすがに舐めすぎた。こういうところだよな。やっぱ、ストレブ隊長いけないところだよな。あ、発動してる！あ、かわいい！あ、チュレ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 、荒井先輩！さすが荒井先輩です！ちゃんと発動してくれてる！あー、さすがです！もう尊敬です！おっしゃ、荒井先輩頼む！お願いします！ここ、乗り越えてください！もうさすが！ 3700 結構食らってるけど。さすがです、荒井先輩。もう鉄壁ですわ。さすが鉄壁の荒井先輩。入れてよかった、ほんとに。よし、待ってろ、片影ちゃん。今すぐクルルが救済してくれるからな。マジで救済のクルルとはこのことだ。トライで。荒井先輩に行きますか。あ、いいね。いいのか。まあいいや。これで黒時次のターンで使いますかね。ここで4コーラス行ってもいいでしょう。クルル、荒井先輩で行きますか。まあ、これだったら、ほんとに、ここ耐えればもう、多分勝てんじゃねえかな。もう黒時最強なので。で、やっぱクルルも今年本当にこれ、マジで優秀になったわ、これで、クルル。もう、効果上がり、爆上がりだと思って。いいですね。ここで、まあ、あ、やってか、もう、これ、ミラクル使わない？いえー、それはまずい。あ、大丈夫か、黒時は、大丈夫だった。33、うわ、全部アクションか。これはオーダーフラッグ変えても意味なさそうだな。じゃあもうこれ、使っちゃうか。だ、多分これ、下手すると倒せるぞ、この状態で。いけると思いますけどね、これで。あー、でも、うん、まあ、いいか。とりあえず、これで、やっぱこう、簡単だな。まあ、9章は多分難しいと思いますけど、あ、結構、やっぱ簡単だな。そうなんだ。あ、これ、ギリギリ残った。荒井先輩が活躍できるチャンスだ、これ。あ、危ない、ちょっと待って。荒井先輩攻撃するのやめろ。やめて、お願いだから。あ、危ない。おー、さすが荒井先輩、残ってくれた。よーし、今年最後、荒井先輩にとどめを刺して締めましょうや。オッケーです。お願いします、荒井先輩。あー、かわいい。ありがとうございます、荒井先輩。強いな、荒井先輩。やっぱ欲しいな。100% そうっすね。まあ他の隊員もね、しっかり支えてくれましたからね。これでいい年迎えられそうですね。隊員の皆さん、今年1年、お疲れ様でした。